おはようございます。 FX で負けない取引をするためのコツ第一歩はですね、おそらくこんな感じじゃないかなと思うんですよ。まず時間軸ですよね。時間軸をどのように見るかですけども、私がおすすめするのは1時間でのエントリーなんですよ。1時間で勝負すること。そのためにはデイリーから見てね、大きな時間軸デイリーから見て、で場合によっては週足から見て、デイリー見て、4時間足を見て、1時間足を見るというこの順番です。大きな時間軸からだんだんと小さな時間軸に向けていくと。そして自分の勝負するべき1時間軸を見て、そこでエントリーを決めるわけなんですけども、補足的に小さな時間軸もちょっと見ることがありますよね。でも私はもうこの1年間ほとんど1時間よりも小さい時間軸は見ないようになってます。まあ、ですんでね、もう一回言いますと、大きな時間軸から小さな時間軸に見ていくと全体の流れがわかるということです。じゃあ全体の流れって何ですかってことになりますけども、まず1時間軸で右肩下がりなのか横ばいなのか右肩上がりなのか、これはね、見分けていかなくてはなりません。簡単ですよね。こっちに行ってるのか横に行ってるのか、こっちに行ってるかですからね。まあ、ですので私の FX 基礎講座の中には、これは横ばいなんでしょうか、これは右肩下がりでしょうか、右肩上がりなんでしょうかってことをね、トレーニングするカリキュラムが入っています。で、次なんですけども、4時間足ですね。1日足よりも小さな時間軸というと、だいたい4時間足っていうのが代表的なものになってきます。で、4時間足も同じように右肩下がりなのか横ばいなのか右肩上がりなのかを見ていきます。で、最後に1時間ですね。1時間が下がっているのか横なのか上なのかって感じですよね。この全ての時間軸には下がっているのか横なのか上がっているのかってことが分かります。この3つの動きですよね。で、大きな時間軸から、例えば大きな時間軸が右肩下がりでした、1日ですね。1日足が右肩下がりでした。4時間足が右肩下がりでした。1時間も右肩下がりでした。ということは、セルで入れば、まず負けがないということなんですよ。これわかりますかね。で、今度はですね、まあ似たようなケースなんですけども、1日足が右肩下がりでした。4時間足が右肩下がりでした。1時間軸が横ばいでした。こういう場合どうでしょうか。これはですね、どちらかというと、売りの方なんですよ。ね。最後、これはちょっと難しいですよ。大きな時間軸が下がってます、4時間が下がってます、そして1時間が上がってますという場合です。この時はどうします。実はこれもね、セルなんですよね、はい、大きな時間軸に従って1時間というのはね、逆らいませんから下がっていくんですよ。だからこう上がり鼻下がるって感じですかね。まあ、それがね、結構ね、見分けるのが難しいんですよね。そしてもっとの難しいのは、必ずそうなるわけではないということですよね。だから他の細かい要素とか逆高法っていうのを入れていかなくてはならないってことになります。だから基本はですね、大きな時間軸から見ていって、どっちの方向に、シンクロしてるかなってことなんですよね。今日はそれを気をつけながら、ちょっと画面を見てみましょう。12月11日の朝6時46分の相場解説になります。これがデイリーですよね。デイリーはずっと右肩下がりです。大きな時間軸はこういうふうに下がってます。ね。これは大丈夫ですね。あ、ちなみにね、補足的にこれ見てみましょうか。上ヒゲが大きくなってますね。なぜか上に行くに従って上ヒゲが大きくなっているところです。これを頭に入れておきましょう。次の時間軸、はい、こうなりますね。これはどうでしょうか。これはね、昨日も一昨日も申し上げてますけども、ボックスが来て横ばいなんですよ。横ばいじゃなければこういうふうなペラントということですね。横ばいですね。だから1日が、右肩下がりで、4時間が横ばい。1時間見てみましょうか。1時間どうでしょうか。これはね、右肩上がりのように見えますね。こうですよ、ここから下がってるんで、こういうふうに抜ける図もね、考えられるんですよ。これよく出てくる形ですよね。もうフラッグってやつです、ということでね、これ1時間非常に見分けるの難しいです。ここまでいくと、何かっていうと、左端がこんな上から始まってるでしょ。だからこれね、ここで終わってますから、今この瞬間は右肩下がりと捉えることもできるんですよ。ちょっと難しいですよね。横ばいと言えなくもないですよね。難しい瞬間切り取りましたね。仮にですね、この1時間軸を見る範囲がこの辺りだったらどうでしょうか。こうなると完全に右肩上がりになってしまいますよね。だからこそなんですよ、1時間とか
それよりも小さな時間軸っていうのは本当に細かい瞬間を捉えてるんですよね。だから大きな時間軸からどっちにうねってるのか、支配波という考え方ですけども、どっちに向かってるのかという対極を捉えることから順番に小さくしていくってことが必要になってきます。これはですね、セルの方に流れるんじゃないかなと思います。ポイントはここですね。ここから大きく勢いをつけて下の方に行ってるでしょ。で、これがそのまま力点がこういうふうに横に行くと、ここから反転してますよねってことです。そうなんですよ。右肩上がりに見えて、ここでですね、下の方に叩きのめされてるんですよね。もう私前回ね、ここでそうなるんじゃないかなっていう解説したと思うんですよ。だからちょっと甘かったですね。こっちでしたね。下に下がってちょっと上がってドカンと下がったというふうに解説するのが正解でした。ということでね、私もこうやって振り返ってみると、もっといい解説できたんじゃないかなってことがあるんですよ。まあ当たり前ですけどね。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、ちょっと長めに解説してみましたけども、だいぶ分かりやすくなったんじゃないかなと思います。まあ今日の解説をしっかり理解するためにも FX の基礎講座っていうのは必須だと思うんですよ。基礎講座本当にね、ちょびっとずつ積み上げてきましたけども、それを全部やってくると、今日のような難しいね、ちょっとどっちかなって分かりにくいような相場解説も見抜くことができるようになります。それでは皆さんもね、ちょっとしっかり頑張っていきましょう。12月も残りわずかです。私は今日ね、セルに入るかもしれませんけども、今週のエントリーポイントはなかなか見つけられなかったってところですね。セルを待っていたら、なんかどんどんね、上がっていきましたんでね。上がった分だけ、今度下がる時のパワーが結構取れるんじゃないかな、ピップスが取れるんじゃないかなと期待してます。それでは、いってらっしゃい。